と、これで貴様はもう終わりだ。なんてできた。多分ゴラの傷全部つけ果たさねえと勝ち目はねえ。ゴラの傷全部と地球の元気玉を食らわしてやる。海王様との修行で得得した元気玉を準備する孫悟空であったが、どうだ、手も足も出まい。このまま握りつぶしてやる。にゃーん、何か嫌がるな。どこだ。父さんを離せ。なんだ、カカロットのガキか。わざわざ父親の最後を見に来たのか。よーく見ておくんだが、跡形も残らんように潰してやるから。バカ、もう一人いることぐらい気づかんとでも思ったか。残念だったな。見せろ、ご飯の底力。なら、俺を怒らせてそんなに死にたいか。だったら望み通り、ぶっ殺してやるぞ、ゴミどもめ。やっとの思いで倒したサイヤ人であったが、残された力で宇宙船を操り自分の星へ逃げ帰ろうとしていた。畜生、俺が無様だ。殺されたみんなの恨みだ。死ぬ！待ってくれ！いつも貸してやってくれ。ラックには分かったけど、頼む！ほら、もう一度、そいつと戦えて！もう次は絶対にベジータを倒してみせる。ほら、ほら、一人にやらせてくれ！ないぞ。悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでちょいちょいとやっつけてくれよ。す
すまねえクリリン。おい、ほら、ウクロ、死んだみんなを生き返らせることのできるドラゴンボールがナメック星にあるらしいんだ。ブルマたちが先に探しに来たんだけど、誰にも邪魔はさせんぞ。ドラゴンボールは私のものです。次回ドラゴンボール Z、 いざナメック星へ。いざ、待っててくれよな。